1955年1月1日、小牧町、味岡村、篠岡村の一町二村が合併し、人口およそ32,000人、県内21番目の市として小牧市が誕生しました。1959年に未曾有の被害をもたらした伊勢湾台風による復興を機に、農業依存からの転換と財政基盤の確立のため、積極的な工場誘致と大型団地の誘致を図ってきました。1963年には北里村と合併して現在の市の規模となりました。現在まで工業開発やインフラ整備を進め、中部の中核都市へと発展しました。今年は市政60周年という大きな節目にあたり、この記念すべき年を本市に関わるすべての人でお祝いするため、市民各団体行政の協働により小牧市政60周年記念事業を実施します。コンセプトは60年の歩み、未来へつなぐ夢、私たちの小牧、夢チャレンジ始まりの地です。皆さんこんにちは、秘書広報課の兵藤です。今年は記念すべき小牧市政60周年です。そこで今回は今年行われる市政60周年記念事業についてお知らせします。小牧市発展のために、これまで先人が築いた業績を見つめ直すことにより、現在の小牧を見つめ、夢と希望にあふれる未来の小牧の実現へつなげることを目的として、1年を通じてさまざまな事業を展開していきます。今年は小牧市が昭和30年の市政施行からちょうど60年を迎える記念すべき年です。人で言えば還暦となるこの記念すべき節目の年を、市民の皆様とお祝いし、さまざまな記念事業を行っていきます。また現在市政60周年を迎えたことを機に、小牧市の新しいマスコットキャラクターを作成しています。市民の皆さんに愛されることはもちろんのこと、小牧市の魅力をしっかりとお伝えすることができるマスコットキャラクターとなるよう作成を進めております。このマスコットキャラクターは5月17日日曜日に市民会館で開催予定の市政60周年記念式典においてお披露目となりますので、ぜひ皆さんにも記念式典へふるってご参加いただきたいと思います。なお記念事業の予定はご覧の通りとなっています。詳細につきましては市の広報やホームページなどで随時お知らせしてまいりますので、ご確認をお願いします。この記念すべき年を皆さんで盛り上げていきましょう。先人の夢チャレンジの精神を引き継いで、時代を担う子どもの夢チャレンジを市民みんなが応援し、思いを一つにして輝き続ける小牧市の創造に、これからもチャレンジしていきます。次回1月19日からの市政だよりは、成人祝賀式の模様をお送りします。